KD の後釜で冨安騒がれてんだ。なんかユベントスの本気さいかんによっては移籍とかあるんですかね。やっぱ CL 出られないし。冨安がね、ユベントス憧れてた説というか、ユーベだったら行きたいっていう説は結構根強い関係者の人から聞いたこともありますよね。冨安ユベントスは、そうね、でも、ね、ユベントスからしたら欲しいですよね。だって、ダニーロ的な可変で上がらないサイドバックみたいなのも、最近普通に上がったりもするんだけど。とか、あとは、最近怪我してますよみたいなのもあるでしょ、この言い方すると。大変ですよね。で、デリフトいて、ボヌッチいて。でね、冨安の場合、左のセンターバックできるんですよね。それが大きい。デリフトもボヌッチも、できることなら右やりたいタイプだから。